皆さんこんにちは。演歌歌手の川中美幸さんは、二人酒や二輪草のヒット曲を出し、今なお人々に愛され親しまれる実力派の演歌歌手です。川中美幸さんは本名を山田貴美子と言い、1955年12月5日鳥取県で生まれ、大阪府吹田市で育ちます。凛とした着物姿が素敵で姿勢が良く、スタイルの良い印象で、全く実年齢を感じさせない若々しさと華のある女性です。さて、川中美幸さんの夫は元関西テレビのプロデューサーの山田和夫さんと言います。1991年8月に川中美幸さんが36歳の時に結婚しています。山田和夫さんは川中美幸さんより年齢が6歳年下で、可愛らしい印象の男性だそうです。出会いは1990年頃に川中美幸さんが百舌翔平さんと共に中国残留孤児の養父母を支援するため、中国各地をチャリティー公演して回る企画に関西テレビがドキュメント番組制作のため同行していたところで出会いました。中国を回っている間には特に恋愛感情はなかったそうですが、帰国後の打ち上げに山田和夫さんは番組の編集作業のため欠席します。気になった川中美幸さんはお礼の挨拶のために電話連絡したそうです。その後の詳細は不明ですが、川中美幸さんは子供の頃から歌手活動ばかりしてきたため、社会全般の知識がある山田和夫さんにどんどん惹かれていったそうです。山田和夫さんと結婚した時に川中美幸が歌っていた曲がぐい飲み酒です。結婚後も山田和夫さんは川中美幸さんの歌手活動を公私ともにサポートし、仲良し夫婦と言われていました。しかし突然川中美幸さんに不幸が訪れます。2000年に山田和夫さんは覚醒剤取締法違反と大麻取締法違反の現行犯で逮捕されてしまいます。警察側が別の張り込み時に山田和夫さんが薬物使用のためパイプを購入するところを偶然見られ、現行犯逮捕となったのです。夫の逮捕後に出場が危ぶまれた2000年の NHK 紅白歌合戦ですが、無事出場を果たしました。しかし途中大粒の涙を流し歌えなくなる場面もあり、そしてその頃から徐々に川中美幸さんの姿はテレビから消えていくことになります。これにより山田和夫さんは関西テレビを懲戒解雇され、懲役2年、執行猶予3年の判決が下りました。離婚することはなく、同じ過ちを繰り返したら離婚するという誓約書を山田和夫さんは書いたといいます。再び2人で歩み始め、時には川中美幸さんのライブに夫も登場するなど、仲良し夫婦の姿が見られました。その後は2016年4月に設立された川中美幸さんの個人事務所美幸オフィスの取締役を務めています。夫婦の間には子供がいるという情報はありません。株式会社美幸オフィスで力を入れているのが化粧品部門です。化粧品ブランド名が A 出会いです。川中美幸さんがプロデュースした A 出会いソープに力を入れているようです。そして現在山田和夫さんはシンガーソングライターや音楽アーティストたちのライブコンサートの企画や演出にも取り組んでいます。しかし2021年に再び不穏なニュースが流れます。山田和夫さんがスタッフや川中美幸さんのファンなどに高額なサプリメントを売りつけているという話で、そのサプリ会社は2021年7月に消費者庁から特定商取引法違反とされ、半年間業務停止状態となりました。業務停止となったことで、今度は時計のマルチ商法をしているそうで、山田和夫さんの言い分としては、きちんと説明し、同意をいただいているので悪いことをしているとは思っていない、とコメントしています。その後、事件の詳細は話題に上がることはないので、何かしらの決着はついているのでしょう。川中美幸さんの母親のお好み焼き屋は当初は大阪府吹田市にありました。その後川中美幸さんが東京に母を呼び寄せ、渋谷の立地に関西風お好み焼き鉄板焼き川中をオープンさせます。川中美幸さんプロデュースの家庭の味産直こだわりが評判で、食べ放題コースなどもあります。川中美幸さんは同フロアに関西風お好み焼き鉄板焼き川中とバーマイド大木にもプロデュースしています。美味しいものをお手頃価格でがモットーで、
こちらでも関西風お好み焼き、鉄板焼き川中のメニューを注文することもできるそうです。スペシャルゲストとして川中美幸さんが手伝うこともあり、ファンには非常に評判が高いのではないでしょうか。川中美幸さんは幼い頃に父親が酒気帯び運転で人身事故を起こし、保証金支払いのため一家は借金を抱えることになりました。その後父親は酒に溺れ病気がちになってしまったそうです。母親が給食のバイトをしますが、家計は苦しかったといいます。いつも音楽が流れている家で、父親は南春夫さんを、母親は美空ひばりさんが大好きだったので、自然と子供の頃から歌を歌っていたといいます。小学3年生の頃に行った温泉で行われていたカラオケ大会に飛び込みで出場したところ、なんと優勝してしまいます。優勝商品は勉強机で、その後両親はカラオケ大会やのど自慢大会の話を聞くと、川中美幸さんを出場させるようになりました。小学校時代からすでに大阪ではエントリーするだけで優勝候補と言われ、のど自慢嵐と言われるようになります。その類まれな歌唱力が作詞家のモズ翔平さんの目に留まり、東京でデビューを勧められ、中学卒業後父親と一緒に上京することになりました。川中美幸さんは1973年18歳の時に春日晴美という名前で歌手デビューを果たします。ワーナーパイオニアに所属し、定時制高校に通いながらのデビューだったといいます。しかし新宿天使でデビューするもレコードは売れず、人気は低迷してしまいます。当時は山口百恵さんや桜田淳子さん、小柳ルミ子さん、南沙織さんなどのポップス大ブームと重なり、いつもカラオケ大会で優勝し続けていた時と違い、曲がヒットせず強い挫折感を味わったそうです。その後父親の体調が悪くなり、結局地元へ帰ることになりました。母親が開店したお好み焼き屋を手伝いながら、父親が入院している病院で寝泊まりの看病をしていたそうです。再びモズ翔平さんから連絡があり、演歌というのはある程度の年齢を重ねないと人の心に伝わるように歌えない、これからだと言われ、再び東京へ上京することになりました。1976年に行われた毎日放送主催のネオンガイ音楽祭でグランプリを獲得し、1977年4月川中美幸と改名し、定築レコードよりあなたに命がけで再デビューをします。1980年文化放送の深夜放送走れ歌謡曲のパーソナリティに局アナ以外で初めて抜擢されました。その時に自身のヒット曲二人酒が生まれ、ミリオンヒットの曲となるのです。翌年1981年には NHK 紅白歌合戦初出場を果たし、その後着々とファンを獲得し現在に至ります。第66回文化庁芸術祭大衆芸能部門大賞を受賞した天空の夢は再演を重ね、地元大阪の新歌舞伎座では演技もさることながら、巧みな話術でファンを魅了しました。川中美幸さんは大物演歌歌手となってからも不遇な時を乗り越え、歌だけでなく芝居にも全力を尽くし、舞台ファンからも大きな評価を受けています。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録・高評価をお願いします。